云白肉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 。さて、ウンパイロー、雲の白に肉と書きます。ウンパイロー、ユンパイロー、ユン、なんかね、さっきちょっとあれでしたけど。さて、使うのは豚肉、きゅうり、あと、タレを作ります。で、これ、タンパク質料理です。低糖質。低糖質では、まあ、ちょっとないんですけど、例えたりするから。お肉たっぷり食べれるので、ぜひやってみてください。で、豚肉、バラの塊を茹でたものです。で、これは、ここにある、以前、ご紹介してる、茹で豚とか胸肉の茹で方のレシピで、作り方紹介します。で、今回はちょっと中華料理なので、これ茹でる時にネギの、青い部分と生姜を一緒に入れて臭みを取りつつ香り付けをしてあります。それを使います。で、あとはきゅうりです。きゅうり、これ結構キーポイントです、ウンパイローので。まあ、あと生の食材としてはニンニクかな、ニンニク一かけら、あとは調味料類でいけるので、さっとできます。さあ、まずは、よいしょ。きゅうり切ります。洗ってあります。ヘタは取ります。よいしょ。で、ちょっとこれ長さが足らないのだな、足らないというか、包丁の長さとの兼ね合いもあるので、あと切りやすさのために真ん中から今回は切ります。で、スライサー、皮むき器か、ピーラーか、スライサーじゃなくて、ピーラーがある人は、この長いまま、こうやって削ってください。薄く、細く。それでいいです。で、うち、皮むき器、ピーラーがないので、包丁できます。とにかくこれを、薄く切ってってあげてください。薄く、できるだけ薄く。ちょっと私、あんまりね、包丁の、使い方が上手じゃないのがバレるのが嫌なんですけど、これで薄く切ってきます。で、水にさらします。ある程度いったらね、これ反対側にこうやって持ち替えてあげるとこの方が切りやすいですね。まあ、本当はね、ピーラーでやるぐらい薄くいければいいんですけど、まあそこまでいけなくてもいいです、大丈夫です。これもこの、この間ご紹介したよだれ鶏と同じで、四川省、四川、四川ですね、4つの皮って書く四川の前菜の料理です。冷たい前菜ですね。よし、で、これでよし。で、これちょっとこう見えるかな、お水でさらしてあげてください。ちょっと置いといてください。少ししんなりするから。で、次豚肉切ります。できるだけ薄く切ってた。できるだけじゃないか。薄めの方が美味しいです。これほら、いつものお得意の低温調理で、なんかピンクですよ。見てください。これ綺麗、美味しそう。いいね。このぐらいだと美味しくなります。で、豚の今回バラの塊のところなんですけど。いろんな部位でも全然大丈夫です。柔らかく作ってもらえればね。なので、いろんな部位でぜひ試してください。タンパク質いっぱい取れるので。これは前菜料理なので、結構山盛りで持ってあげちゃっていいので、あまり少ない量よりはパーティー料理的な感じで結構量作っちゃっていいと思います。で、これを、まあ、盛り方は自由っちゃ自由なんですけど、丸く盛ってあげるのが、まあ、ウンパイローらしいかなと。ユンパイローですね。で、このね、豚肉、こういうふうに、下茹でして、
塩茹でしてこういう風に塊で作ってあげたのを薄く切ってキャベツと味噌で炒めたのがホイコーローです。ホイコーローは回す鍋の肉ってことなんですけど、回すはどういう意味かっていうと、戻ってくるっていうような意味の中国語で、まあ、鍋で茹でた豚肉がもう一回切られて戻ってきて炒められたっていうんでホイコーローって言います。こういうのを作っておくとすごく便利ですよ。これで前菜もできるし、次の日はキャベツと炒めて、野菜炒めでもいいし、まあ、ホイコーローにしてもいいし、すごく便利なので、じゃあって水切りすればいい。ちょっと水で浸すと柔らかくなっているので、これを取り出してください。でよく水分を拭いて、ね、ちょっとこれ失敗してるんですけど、薄く切れてる場合はこうくるっと丸めてここに入れてあげると綺麗です。こういう風にくるりと丸めて入れてってあげる。そうすると綺麗な花のような形になるので、本場のユンバイローな感じになりますね。でまあ、きゅうりと豚肉、茹でた豚肉を美味しくいただく食べ物なので、よし、さてとちょっとじゃあこれで一回ここは置いておいて、次にタレに移ります。次にんにく切ります。タレです。でチューブのおろしにんにくがお家にある人はそれで全然十分です。僕もあんまり普段はニンニク食べないんですけど、ちょっとこれまで入れた方が美味しいので、でも本当にこれはどれぐらい入れるかお好みです。すごくニンニク好きな人はたくさん入れてあげてもいいんですけど、僕はちょっと苦手なのでほんのちょっとだけです。十分なこれだけ細かく刻みます。結構ね、こんだけ入れるだけでも結構ニンニクはすごいわ。で、ニンニクがちょっとアレルギー症状になっちゃう人、僕もたまになるんですけど、とかはこれ火通してあげるだけでだいぶ変わるので、成分が火通してあげてもいいと思います。他は生でいきます。よし、あとはもう包丁使わないです。これに醤油砂糖大さじ1杯、今回は黒砂糖を入れます。黒砂糖の方がね、体にはいいので、白い砂糖大さじ1杯で、大好きなごま、で、いつものように潰しながら入れます。で、辛味のラー油です。四川といえば辛さなので、ラー油、市販のもので全然大丈夫。1、2、3、4ぐらいかな、入れます。で、ごま油ちょっと入れます。で、辛味の豆板醤、これ小さじ3分の1とか、好きな人は半分ぐらい入れてもいいです。で、これを混ぜます。で、これをお肉にかけてあげます。シャ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 。はい、さて、あっという間に簡単にできました。ゆで豚で作ったユンバイロー、クモシロ肉ユンバイローです。はい、できました。ユンバイロー、クモシロ肉ユンバイローです。前菜としても美味しいですし、まあメインとして食べても本当に十分ボリュームがあるので、ぜひ試してみてください。こうやって綺麗に盛ると、パーティーとか何か人が集まった時とか、みんなで食べると楽しいと思います。綺麗に盛り付けてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。いいねもお願いします。Thank you very much for watching the program again. This is a Yunbailo Chinese appetizer called appetizer with boiled pork and cucumber. I hope
you like my recipe and please subscribe my channel. It helps us a lot. And give me the thumbs up if you like. Thank you very much for watching again. Bye bye. See you soon.